はい、はい、本日は投稿接待マジキでございます。オオカミ少年七並べ。はい、それということでね、人狼ってあるじゃないですか。はいはいはい。それを、トランプの七並べに足して、見ようじゃないかといった感じのゲームですね。はい、はい、で今から配役を決めていきたいと思います。はい、はいはい、じゃあ先引きますんで。はい、私これで寺島これでございます。スコッチはこちらでございます。カジノはこちらでございます。こっちで林。早速じゃあ始めましょうか。はい、はい、いきます。はい、はい、なるほど。ますか、どんどん。はい、まあ、サクサクいきますか。はい、はい、早いな、みんな。早いな、はい、躊躇がないね。早っ。ちょっと待ってよ、みんな早いよ、ちょっと。なぜ躊躇してるんだ。勘繰り入れられたらもう躊躇するともう怪しくなるんだよな。まあね、どうしてもね。8。じゃあ、おお、どう、ね、綺麗だね。綺麗だ。じゃあ9。うわ、はい、僕はパスです。パス。おう、草部さんがパス。でもこんだけいびつの方が見分けやすいはずなんだよな。パス。はい、うん、順調ですね。順調ですね。パス2。パス2です。出します、これ。あ、まだ OK。 はい、パス1。1。あ、なるほど、はい、出しちゃえばね。映ってるね。じゃあ、コンプロで近い出せるとこ。あ、もしかない。あ、パスです。おお、終わり。はい、はい、うわー、ほー、マジか。じゃあ、はい、話し合いに移りましょう。審議お願いします。はい、今、まあ、壁取ってるのが草木さんってことね。まあ、草木さんがもうパス3だから、そうね、どちらかっていう感じが強いんだよね。カメラで撮っておいてパス3回してるっていうのがすごく嫌なんですよね、これ。お前が終わらせた回だぞっていう。なんか嫌なんだよね。そうですね、いろいろ言わないといけない立場ではあるけど。そうなんだ。カメラの画角も関係。これはまあ純粋に言っておきますけど、僕は本当にカードがありませんでした。あ、え、それが本当。カジノさんも1回パス1回です。あとは？あとは？俺はしてないです。俺もしてない。僕パス、あ、1回してますね。ゼロ、ゼロ。ゼロです。うん。うん、まあ、基本まあ、ゼロのは村人。まあ、とりあえず、ね。まあ、ことなき村人。まあ、ですが、ゼロ。ゼロ。はい。そう、ね。ここで疑うってことはちょっと怪しいですもん、正直。そのゼロを疑う、お前もしかして。そういうことでしょ。いやいや、一応可能、まあ、村人の可能性が高いですよね、ゼロは基本。いや、狼の可能性も高いと思うよ、ゼロは。その場合、狼少年が生まれて、狼少年が突破してくれれば、狼は本当に何もしなくていいから。もしかしたら草木さん、狼少年で僕らどっちかが狼の可能性もある。そう、それはある。ないはないけど、うん、そこまでうまく回れたかってことですか。こう結構伸びてくる と、うん、と、まあ、狼も止めないとっていう、止めないととは思うけど、でも今回例えば草木さんが狼少年だったとしたら、あと30秒、もう結構もうこいつこのぐらいで多分もうパスで終わらせるなっていうのを分かりやすかったじゃない。うんうんうん。だから安心してたかもね、狼が正解して、うん、っていう可能性はうんうんうん、確かに。なるほど、狼、そうなんですよ、少年のパスは早かったと思うよ。狼少年だとしたらね、林さんにしても僕にしても、林さんが、うん、そんな焦ってねえんじゃねえか。10秒前のは、うん、偏りがあったから今回は、うん、やべえ。これどうだろう、草明さんが狼少年って考えた方がいいのか。終了。はいはいはい、はい、わかりました。せーの、はい、草木さん、林さん、林さん、草木さん、草木さん、あ、じゃあ二人釣りですね。二人死亡。それでは林、二人死亡。はい、はいはい、それでは結果発表です。はい、はい、狼が来たぞー。ガオー。第2候補だったな、カジノ。俺も
草木さんが書いてたんだ。分かんなかった。いやー、よかったな。ということで、今回は狼少年チームの勝ちということです。いやー、すごいっすなー。はい、皆さんもやってくれてください。ありがとうございました。ありがとうございました。